さあ審判団戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしています。前半終えた段階で山口大学が3本のタッチアンを上げ20点を挙げて試合の主導権を握っておりますが、しかし姉妹大学、その反撃の糸口をこの前半戦見出すことができましたでしょうか。このハーフタイム明けの後半戦期待しましょう。後半戦は島根大学のキックオフで試合再開となります。後半の開始です。後半は島根大学のキック、山口大学の島根大学、キックオフキッカーは3番の天野三木高校出身の1回生が務めます。さあ山口大99番がリターン。さあタックルかわしまして相手陣ハーフウェイ付近のところからの攻撃権を得ています。島根大学3番リターナ99番はウコン、山口高校出身の2回生。山口大学敵陣55ヤード付近からファーストダウン。山口大学自陣45ヤードからファーストダウン点。まず中央へのプレー、キャリア81番ハンドオフを受けて中央突破、相手タックル受けながら約5ヤードのゲイン。ここでホイッスル。ここで負傷者発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。島根大学厳しい状況ですが、この状況を10人でフォーメーションを組みまして試合を続行します。山口大学セカンドダウン5。ビッグゲーム、ファーストダウン。ここで左に展開したワイドレシーバー14番にショートパスを通し、14番ここでキャッチアンドラン、味方ブロッカーを生かし一気に相手陣深いところまで前進しての攻撃権獲得です。山口大学ファーストダウン、見事なキャッチアンドラン決めましたのは山口大学14番の中山、広島情報高校出身の2回生。山口大学敵陣残り5ヤード付近からファーストダウン、残り5ヤードです。ここでホイッスル。チームタイムアウト、山口大学。山口大学ここで後半1回目のタイムアウトを使いました。山口大学後半1回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。山口大学ファーストダウン2ゴール、残り5ヤード。タッチダウンです。これでクォーターバック4番は外へ展開したワイドレシーバー10番にパス、10番これを取りましてキャッチアンドランで右オープン駆け上がり、そのままエンドゾーン入ってタッチダウン。続いてトライフォーポイントです。山口大学6点獲得。キック成功、1点追加。山口大学27点、広島大学、島根大学3点。失礼いたしました。島根大学3点です。さあこの後半最初のシリーズ、山口大学はワイドレシーバー14番の中山のプレーによりまして一気にタッチダウンを上げて立ちに成功しました。島根大学3点です。さあ島根大学はこのリターンで状況を打開図ることができるでしょうか。さあリターンに入ります。果敢にも中央トップを図りまして自陣30ヤード付近を終えています。島根大学リターンが10番村田選手のリターン。島根大学自陣30ヤード付近からファーストダウンです。島根大学自陣31ヤードからファーストダウン10。成功。クォーターバック12番ここでロングパス、一気にディープゾーンへ走り込んだワイドレシーバー12番にロングパスを通しました。12番なんとかこれをキャッチせんとしましたが山口大学のカバーに合いましてパス成功。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。島根大学セカンドダウン10、ボールオン自陣31ヤード。さあハンドオフから左オープンの突破を図ります。キャリア88番期待に応えんとしまして約2ヤードのゲインとしています。地上戦を1点に任されております島根大学88番は西久保、播磨農林高校出身の1回生。島根大学サーダウン8。さあトスで託しまして左オープンをつかせました。キャリア88番突破しようとしましたがしかし攻撃権更新至っておりません。フォースダウンと変わります。島根大学ランニングバック88番西久保選手によるオープンのランプレーを山口大学 BL81 島根大学フォースダウン6パントフォーメーション。フォースダウン残り5ヤードです。このバントは相手陣30ヤードを超えたところでボールデッドしまして、この位置で攻守交代となります。28ヤード付近からファーストダウンです。山口大学自陣28ヤードからファーストダウン10。パス不成功。まずパスプレーから入りました。ターゲットは14番でしたが、パスがオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。4番中田選手からワイドレシーバー14番 中山選手へのパスは不成功。ダウンを進んでセカンドダウン。山口大学セカンドダウン10。不成功。今度は右に展開した3番へのパス、しかしこれを3番キャッチミス、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。4番中田選手からワイドレシーバー3番粟田選手へのパスは不成功。ダウンは進みサードダウン残り10ヤードです。山口大学サードダウン10。パス成功。ファースタークォーターバック4番三度のパスプレー、今度はターゲットを42番に通しまして、これを42番見事にキャッチして攻撃を更新。山口大学ファースター。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。素晴らしいパスキャッチを決めましたのは山口大学42番の野口、観音寺第一高校出身の1回生。さあまずフレッシュマンもここで結果を出してまいりました。山口大学ともに1回生がこの秋本番のその初戦で活躍しております。試合再開です。山口大学ファーストダウン10。ナイスゲイファースタークォーターバック4番、今度は左に展開した10番にパス、これを10番キャッチアンドランし左オープンを展開、一気に相手陣深いところまで入りましての攻撃権更新です。山口大学ファースター。素晴らしいキャッチアンドラン決めたのは10番の木下、池田高校出身の2回生。山口大学敵陣30ヤード付近からファーストダウン残り10ヤードです。山口大学相手陣31ヤードからファーストダウン10。中央ーのプレー、しかしこれは島根大吾ナイスタックル。ここで何曰く99番ウコンのランプレーで突破を図りましたが、これを島根大学55番見事にタックルしまして、ランプレー2ヤードのゲインに阻止しています。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っています。素晴らしいタックルしましたのは島根大学55番の伊藤、倉吉東高校出身の2回生。試合再開です。山口大学相手陣28ヤードからセカンドダウン8。ナイスランファースター、ランニングバック81番ハンドオフを託されて中央突破、相手タックル受けながら攻撃権更新です。山口大学ファースター、ここでウォーターブレイクとなります。素晴らしいラン攻撃を見せています山口大学81番は山下、防府高校出身の4回生です。この山下と右近のダブルパンチによって攻撃圏地上戦を制覇しております山口大学、優位な状況でウォーターブレイクに入っています。この試合では選手の安全のため各クォーター約半分経過のためにウォーターブレイクを設けています。さあウォーターブレイクと解きまして試合再開、相手陣15ヤードから山口大学ファーストダウン10。タッチダウン。ここでランニングバック81番にボールを託しました。右オープンを疾走しまして相手タックル受けながらエンドゾーンに入りましてタッチダウン。山口大学6点追加となりました。のランプレーにより見事なランでタッチダウンを挙げました山口大学81番の山下、防府高校出身の4回生。約5ヤードのタッチダウン、続いてトライ4ポイントです。さあこのキックはブロック、キック失敗となりました。6点止まり、山口大学33点、島根大学3点。トライ4ポイントは不成功、追加点はありません。厳しい状況ですが、しかし島根大学も粘りまして、このトライ4ポイントは阻止しています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っています。ここまでの得点は山口大学33点、島根大学3点です。さあ試合再開となります。山口大学キックオフ。このキックは外へ出ましてアウトバーンズ、イエローフラッグとなります。反則となります。島根大学、この反則をどのように施行するでしょうか。5ヤード前進した位置か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか。島根大学、5ヤード下げて蹴り直させることを選択しました。山口大学にキックオフの時の反則があり、5ヤード抜体してキックやり直しです。さあ、30ヤード地点に下げられて山口大学部、キックオフのやり直しです。リターナー10番、ボールを受け取ってそのまま中央突破、そこから右オープンにバーンアウトを図りました。自陣40ヤード付近からの攻撃を終えています。山口大学キッカー81番山下選手のキック。島根大学リターナー10番村田選手のリターン。攻守交代して島根大学自陣41ヤード付近から、島根大学自陣41ヤードからファーストダウン10。さあ、中央へのランプレー、キャリア10番に託しまして中央突破を図ります。ゲインは1ヤード。島根大10番は村田、新田高校出身の2回生。島根大学ランニングバック88番三久保選手のランプレーで1ヤードゲイン。セカンドダウン残り9ヤードです。島根大学セカンドダウン9。さあ、今度は左オープンへのランプレー、キャリア10番再び託されまして約2ヤードのゲイン。村田選手4ヤードゲインです。島根大学サーダウン7、ボールオンは自陣44ヤード。さあ、ここでドロープレーを展開しようとしました。しかしこれは山口大学ディフェンスアジャストし1ヤードのゲインでとどめています。島根大学フォースダウンと変わります。島根大学フォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。このパントは山口大学陣25ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代と変わります。山口大学自陣25ヤード付近からハンドダウンです。山口大学自陣25ヤードからファーストダウン10。何枠99番ハンドオフを託されて中央突破、相手ディフェンスを縫うように大きくエイン、ボールをジャックルしましたが、幸いこれは確保した状態で前進という形になっています。山口大学ファースター、ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。素晴らしいランを決めたのは山口大学99番のウコン、山口高校出身の2回生。試合再開です。山口大学相手陣43ヤードからファーストダウン10。谷枠99番再びボールを託されまして右オフタックルを突破、約9ヤードのゲイン。山口大学ランニングバック99番高尾選手によるオープンのランプレーです。スタンドダウン残り2ヤードです。山口大学セカンドダウン残り1ヤード。ナイスランファースター、この1ヤードをドロープレーで攻撃権更新としました。山口大学ファースター、見事攻撃権更新を果たしましたのは99番のウコン、山口高校出身の2回生。オープンのランプレーで10ヤードゲインです。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了。第3クォーターを終わりまして山口大学33点、島根大学3点、攻守方向入れ替え第4クォーターに移ります。